水分をしっかり抜いて驚く食感に変える。タレを絡めてうまい。さあ召し上がれ。皆さんこんにちは、チャッキーです。今回はね、こんにゃくを使ったレシピを紹介させていただきます。やっぱこんにゃくはね、カロリーも低いんでダイエット中なんかにもおすすめですし、今回のこのレシピめちゃくちゃおかずやおつまみにおすすめです。もうこんにゃくの食感もね、めちゃめちゃプリッとムチッとしてね、もうほとんどお肉と変わらないぐらい、そんな美味しいレシピなんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。今回の材料を紹介させていただきます。はい、こちら板こんにゃく1枚。もう普通の安いこんにゃくで全然構いません。これがめちゃくちゃ美味しくなります。にんにく1つ。はい、そして今回の味付けはこちら市販の焼肉のタレを大さじ2杯、バター少し用意してください。まあ、だいたい 5g ぐらいです。お水 50cc。 材料は以上です。はい、まずはこんにゃくの下処理から行っていきます。ちょっとこんにゃくはね、嫌な匂いなのがきついので、しっかり下処理して、今回はね、匂いと水分を抜いていって、もうほとんどお肉の食感にしていきます。はい、こちらね、まず今回は食べた時に食感も感じたいので、はい、こんな感じね、 2-3mm ぐらいの厚さで全てスライスしてください。はい、こんな感じでどんどんスライスしていきます。はい、こんにゃくの方がスライスできましたら、こちらこんにゃくの方をボウルの方に入れてください。はい、すべてボウルに入れちゃいます。はい、ここへちょっと分量外になりますけど、こちらお塩一つまみほど入れて、はい、全体的に絡ませます。お塩を絡めて、お塩のねパワーを使ってこんにゃくの余分な水分を引き出していきます。水分が出るとともにね、臭みも抜けますので、まずはお塩をしっかり揉み込んでください。この状態で10分からね、そうですね、20分、しばらく時間を置いて水分を出していきます。こちら10分から20分しばらく置いて、お塩をなじませて水分を出しましたら、はい、さささっと表面を洗ってください。はい、そしてね、ザルにあげてしっかり水気を切ります。この時ね、ちょっと軽く揉み込むような感じでしっかり洗って塩味を抜いてください。1分ほど洗っていただいたら十分です。はい、こんな感じね。はい、そしてこんにゃくの表面の水分をできるだけしっかりここで切っておいてください。はい、こんにゃくをしっかり洗って水分をね、ざるにあげて切りましたら、耐熱皿にキッチンペーパーを引いてください。そこへこの下処理したこんにゃくね、こんな感じでできるだけ重ならないように並べて広げていってください。はい、こんにゃくを耐熱皿に並べたら、上からね、さらにキッチンペーパーをかぶしてください。できるだけひっつけておいてくださいね。はい、この状態で電子レンジ 600W で3分から5分、ちょっと様子を見ながら加熱して、さらに水分を抜いていきます。はい、美味しくなってね。はい、お次はニンニク。ニンニクの方は包丁でね、はい、こんな感じでズブッと潰していただいて、ちょっと粗みじん切りにしといてください。もうね、ニンニク入れといたら大体美味しくなるんで。そして今回のこの入りにめちゃくちゃ美味しくてね、ご飯のお供に抜群。しかもね、こんにゃくなんでもカロリーも低いからね、罪悪感なく食べれるんで、めちゃくちゃおすすめです。はい、こんな感じでニンニクのみじん切りを作ります。はい、今電子レンジで加熱してきました。電子レンジでね、加熱することによって食材の水分が抜けますんで、今回は電子レンジを利用してこんにゃくの水分をある程度抜いちゃいました。もうね、なんかプリップリの食感にも変わってます。
はい、ここまでできたらこれから入り煮にして、もうめちゃくちゃ美味しい状態に仕上げていきます。まずはお鍋の方に水分をしっかり抜いたこんにゃくを入れてください。はい、そうしましたら中火ぐらいでね、加熱しながら、はい、しっかりひっつかないようにこんにゃくを混ぜながら、さらに水分を飛ばしていきます。だいたいね、5分ぐらいから、中火ぐらいで5分ぐらい炒めるような感じで水分を飛ばしていくと、こんにゃくがね、ちょっとクッと縮んで、さらにいい食感が生まれますんで、こんにゃくの表面を焼くような感じで全体的に水分を飛ばしていきます。はい、こんな感じで5分ぐらいゆっくりと焼きながら炒めましたら、こんにゃくが縮んでね、ちょっとこの表面がボコボコっとしてきます。はい、ここまでできたら一度火を止めてください。火を止めたところに、こちらニンニク、この刻んだやつすべて入れます。ニンニク焦げやすいんで気をつけてください。はい、そしてバターも入れます。はい、この状態でね、この炒めておいたフライパンの余熱を使って、まずは全体的に絡めていきます。ここ火をつけておくと、もう熱すぎてね、バターとニンニクが一気に焦げちゃうので、まずは余熱でバターを溶かしながら、このニンニクとバターをこんにゃく全体に混ぜ合わせて絡めます。はい、こんな感じね、もう余熱だけですごいニンニクのいい香りがしてきてます。はい、バターが溶けて全体的に絡みましたら、こちら用意しておいた焼肉のタレ、そしてお水を加えます。はい、この時点でもう一度中火ぐらいで火をつけてください。はい、ここでね、この煮汁が全部煮詰まってなくなって、こうこんにゃくに吸い込ましていくように、焦がさないように混ぜながら煮絡めていきます。あの、焼肉のタレだけでやってもいいんですけど、ちょっと量が少ないのでね、一気に煮詰まって焦げちゃう恐れがあるので、一気に煮絡めちゃうとちょっと味が染みにくいので、お水も加えてください。はい、この状態でこの煮汁がね、もうほぼほぼなくなるまで煮絡めていきます。はい、こんな感じですね、もう煮汁ほとんどなくなりました。もうやばい、焦げるぞっていう、もうギリギリぐらいまでね、しっかり混ぜながら煮汁をこんにゃくの表面に絡めてください。はい、これで OK ですね。ここまでできたらもう火を止めて美味しくいただいちゃいましょう。はい、器にきれいに盛り付けて、刻みネギなんかをトッピングしてください。あとお好みですけどね、一味唐辛子やブラックペッパー、ちょっとカリカリっと上から振りかけておくとめちゃくちゃ美味しいです。それでは今日もいただきます。